こんばんは。皆さんがサッカーを観戦してる間で申し訳ないんだけど、9時からホラーゲームをやると言ってしまった以上やるしかないんですよ、ね。まあでも日本がね、今んとこ勝ってるんで、まあ皆さんね、安心して日本が勝つと信じて僕の放送も見ましょうね。あ、終わった？結局日本勝ったん？ペルー戦。結局日本が勝ったんかな？どうなんだろう？勝ち申しましたか？勝ち申した日本は。我が日本、3-1。つまり日本、我が国は勝ったということですかね、じゃあね。素晴らしい。我が日本男子として誇り高いですよ。でこれで 3-1 で負けてたらちょっとあれだよね、ちょっとショックだよね。日本はここまで負けてるのか。あ、4-1なんだ。でもすごいね、勝ったじゃん。すごいね。でも前もサッカーだいぶあれだもんね、いいところまで行ったんだけどね。でもすごいわ、トップ10以内に入ってたのはすごいよね。すごいわ。 4-1？ 次のワールドカップって2年後だったっけ。2年後かな確か。まあでも何にしてもすごいわ。最終兵器のスーパーサブの俺が温存されてた。まあ俺が出なくても勝てると思ってたから俺は。まあね、まあ2代目ジーコと言われたこの俺が出る幕はねえよ。まあ俺がやっちゃうとほら、ねえ、竜巻の旋風みたいにサッカーボールがねえ、飛び回ってしまってゴールごと飛んでっちゃうんで、まあ、対極拳を極めた俺からするとね、やっぱちょっとそれはちょっと避けたいんで、まあ、そんなんどうでもいいんだけどそんなんどうでもいいんですけどさ。お、マリユさんこんばんは。ごめんなさいね、ちょっと今変な話してて。いやー、気にしないでくださいじゃあ皆さんこんばんはください。こんばんは。皆さんのね、お名前と住所と電話番号とあと LINE ID をこれから公開したいと思いますんで、よかったら皆さんこんばんはください。シロこんばんは、エリこんばんは、アリアこんばんは、ゆうきさんこんばんは、山田こんばんは、ゆりちゃんこんばんは、せいりゅうこんばんちゃっす、猫こんばんは、カタカナマンこんばんは、ミキシンこんばんは、エムちゃんこんばんは、レイジーこんばんにゃ、ゆりかこんばんは、あー、葵ちゃんありがとうありがとう、ナイスパーありがとう、よろしく伝えとくわ。ってことは今日見ないのかな。かずきこんばんは、おたろうもこんばんは、紅葉もこんばんは、ミルクマこんばんは、ランコこんばんちゃ、セロリこんばんは、アクこんばん、ワンコそば、マリユーもこんばんは、ゆりちゃんこんばんにゃん、ユミこんばんは、アリスこんばんは、サラこんばんは、ムラちゃんこんばんは、お疲れい、スズこんばんちゃっちゃ、ナギこんばんちゃ、ユメこんばんは、カタカナマンこんばんは、ケンちゃんこんばんは、浦島もワコツこんばんは、ハルくんもこんばんは。さあということでね、今日はね、口裂け女のゲームをしたいと思いました。鳥柄こんばんは、リアもこんばんは、ゆきねえもこんばんは。口裂け女なんだけど、ちょっと待って、画面を出さなきゃな、これ。前にやったさ、口裂け女のゲームあるやんな。あれとはまた別なホラーゲームなんだけど、ちょっと、あれとはまた別個なホラーゲームなんだよね。ゆきねえこんばんは、シェルシェルもこんばんは。映ったかな、ちょっと待って。はい、こちらです。お、まいこんばんは。何とくか。そう、前のホラーゲームのその口裂け女とはまた別なホラーゲームかな。本当はね、チラズさんのホラーゲームをやるつもりだったんだけど、あれはでも金曜日に撮っとこうかなと思って。口裂け女とオフ会はこないだしたからな。しかも電話ボックスでレクサスクバンチャー。どれぐらい時間かかるか、結構ね、ボリューミーなんですわ、中には。そう、別な口裂け。でもこれ見て、このタイトル画面から見て、口裂け女のくの字もなくね。どこにもそんなねえんだけど、なんなら。ヒガンバナだっけ、これ。なんか最近、やたら最近、なんか、
ホラゲーで彼岸花ばっか見てね。なんか前やったホラーゲームも彼岸花見たし、だいぶ前のホラーゲームも彼岸花見たよな、うん、結構見てるよね彼岸花ね。最近彼岸花ばっか見てる。昭和感出てるのかな。レイヤーこんばんは。まあとりあえず話の内容的にはどんな感じ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくれる、エルクこんばん。彼岸花と相性はいいんだな。ちょっと待って、口先女のさホームページじゃなくてそのページ見てちょっと見てみるわ。口先女の概要を見てると、あでもこれねスチームのゲームと被るんだよねこれ。スチームの口先女と結構被るから、ちょっと待ってね。これはね、どこで俺ダウンロードしたんだっけかな。あれ、消え失せました。そのような、そのようなゲームは消え失せましたね。ちょっと待ってくれる？口裂け女の、口裂け女の、口裂け女って検索するとさ、あの前のホラーゲームばっかり出てくるんだよね。あれ、なくなったか。ねえわ。まあ、多分、オープニングで流れるべ。口裂け女って言うと私綺麗って言うよね。一応口裂けるっぽい。これ口裂けてんのかこれ。だから亀甲縛りし、あ、これ六母星か。まあ、ちょっとあらすじ見てみるか。あらすじ。ナナこんばんは。はい、始まりました。口裂け女と会ったことある？俺？でも都市伝説じゃなかったわ。英語かい英語なんかい？日本語かと思うとおりましたけども、翻訳します。日本語翻訳すると、私は故郷に戻り、おりんちゃんこんばんは、経営に追われる日々から解放されたいと思っていました。家に帰りたかった。必要な休息を取るために必死でした。家族で会うために、帰省すれば、これ念願だよな。願いかな？念願って書いてある。まあ、いや、願いにしよう。願いが叶うと思っていました。と思っていた。うん。はい。で、それで、これは日本語はよ、いや、日本語読んどりますけども。家族も喜んでくれました。突然帰ってきて驚かせたことでしょう。を驚かせたに違いない。もちろんなぜ、これ、カイヤっていうのかな？カイヤって言うの？カイヤでいいのかな？カイヤは一緒に来なかったのかと聞かれました。リオ。って書いてある。多分これだね。多分主人公はカイヤかな？まだあるんかい。あ、ごめん、全然話の内容を全く読めてないから、ちょっとみんな、まとめてくれ。という、残念なお伝えを伝えました。今はまだ話す気になれないことを質問された、を聞いてきました。彼らは理解してくれたのでしょう。それで？それで、彼女との関係を断ち切ったことも、おぴよぴよちゃんはこつ、帰国した理由だと言えば嘘になる。帰国したのは彼女との決別が、理由ではなかったと言えば嘘になる。ストレスと別れが重なった。負担が大きかった。それで、長時間のドライブで疲れ果ててしまったので、帰り道がいいと思ったから。にゃんここんばんは。それで、夜中に目が覚めた。雨が降ってきて気分が悪くなったので、見て回ることにした。おこきわこつ、久しぶり、こんばんは。と言いますと、話の流れがわかんねえんだけど、どういうことだ？話の流れがわかんねえな。わかりましたかね。どうですかね、皆さんね。どうなんですかね。要は、だから結局失恋して帰国したってことかな、これ。
全然わかんない。何が言いたかったのかわかんないけど、まあでも翻訳するとそうなっちゃう。ゲームを進めろ。まあでもこれ見た感じカゲロに似てんな。わかんないけど、まあ、とりあえずやろうぜ。うん。おーすごい。グラフィックはいい。でもこれなんかまあ見た感じその海外の人が日本をリスペクトして作ったホラーゲームっぽいね。あの英語の解釈的に言うと。このゲーム、あ、ズームアップできる、ちゃんと。ジャンプはできない。しゃがめるな。ズームアップできる、しゃがめる、ジャンプはできない。このゲームは。で、これは？ストレージ。うん。和風でベッドだよ。すごいでしょ？やっぱ、海外だとやっぱベッドっていう概念なんじゃない？とりあえず。なんか布団ではなくベッドみたいな。これ何？あ！懐中電灯か。俺ペンかと思った、これ。懐中電灯、なんだね。古い懐中電灯だね、これね。お、お、お、いいね、いいね。いいね、いいね。いいけど、これ明るさこんなであるんだったらさ、懐中電灯あんまりいらない気がするけどね。皆さん聞きました今。どう思います？俺ドアソムリエだからすぐわかるんだけど、今障子の音じゃなくね。今明らかになんか障子の音ではなかった今。なんか引き戸のなんかどなんか引き戸の音してたよ今ね。ガチャガラガラガラって。そうそう、ドアだったよね今ね。今ちょっとびっくりした、聞いて。ガチャガラガラガラって言ったけど。あ、でも、ここら辺は、でも、日本なんだね。はいはいはい。ここら辺は日本だし。これは何かしら？何これ？袋？ With wall って書いてあるけど。袋？これでもさ、この木材のこう家でこうやっぱ火焚いちゃうとこれ燃えたりとかしないの怖くない？これ木彫りの袋かな。うん、袋ですね。とりあえずこの障子兼ドアのあれ、あ、鍵が必要な感じ。すごくリアルだね。あ、鍵が必要。これ鍵必要なの？これ鍵必要なんだ。これに鍵かけるやついる？鍵が必要らしい。障子に、そう、まあ珍しいのかな、どうなんだろう。海外でやっぱり障子に鍵かけちゃうんじゃないかな、わかんないけど。鍵穴がどこにあるかわかんないけど。そうそう、ミコこんばんは。まあまあ、わかんない。それはほら、やっぱ海外ではそれが、これなんだ。鍵穴がどっかにあったんじゃないかな。これ何これ？あ、セーブできんのこれ。セーブできるみたい。まあ、斬新なんだね。多分ね。ニュースペッパー。スクープだって。はいはい。じゃあ、翻訳しますか。じゃあ、私が。オリザオバン。デーモンコアン。どうなんだろう。セーブができるみたい。有名人のスクープ成功した。大富豪の高知友人社長の長年にわたる、ジェポレディで交際？二人のフォーマルなバレのツーショットが少なくなってきたようです。高校時代の恋人との仲が悪くなったのかもしれませんって、いるのかもしれませんって書いてある。チョコボはこつ。高校時代の恋人との仲が悪くなったのかもしれませんって、いるのかもしれませんって書いてあるんだけど。まあまあまあ、翻訳なんでね。内容がさっぱり入ってこないんだ。わかんないわかんない。広末したってこと？つまりこれ。なぜこのような突然の脱落が起こったのかは不明ですが、高知県と高知県民の交流が高知の、不健全な仕事ぶりに原因があるのではと、
推測されるコーチの不健康な仕事ぶりが原因でないかと憶測される、を優先的に考えていったことは明らかです、を優先してきたことは明らかですって書いてあるいや本当にそう書いてあるんだもんだって、いや嘘じゃないもんだって、見てこれほら本当だもん、本当そう書いたんだもん、ほら見て、俺のせいじゃないよ、だって本当そう書いたんだもん、見てほらこう本当にそう書いたんだもん、ほら俺嘘ついてないもん嘘じゃないもん、どういうこと、うん、まあそういうことなんだ、あんま消えたわ、お明かりがいいねなんか翻訳がまあちょっと仕事してないね今日はねだから言ったじゃん本当に書いてあるって、高知県民が高知県民の話が出てきた、高知県民は不健康っていうことらしい、そう、ところでこれ口先女は出てくるのかしら、口先女ちょっと音もうちょっと大きくしようか、高知もうちょっと音大きくしようか、口先女出てくるのこれ、懐中電灯に電池の残量とかあんのこれ、お竹が生えてる、あもうここまで伸びきっちゃもう食えねえなこれな、竹が生えとるわ、あららら2本だけ生えてるわ、やっぱ和を大事にしてるんやな、高知といえば坂本龍馬、雨降っとりますな、雨が降ってるな、これこっち入れる、これどこが入り口、これ入り口ない系、何か入り口ないのこれ、あー待ってなんかある、お招き猫かな、招き猫、あれ招き猫持ってないことになってるよ、隠しアイテムみたいな感じなんかな、竹になってもこんな硬くて食えねえだろ、招き猫、幸運を招く猫でしょ、なんか他にもなんかあるのかな、ないね、これ電池残量なさそうだね、電池の残量はなさそう、なんだっけ竹や姫だっけ、なんだっけこの竹の中から出てくるあのおとぎ話のあのなんだっけ竹や姫だっけ、あれなんだっけ何姫だったっけあれ、そう大きな竹山くん、ちげだろ、あかぐや姫だ、そうかぐや姫ごめんなさい、かぐや姫ですね、ごめんなさいね、あの小学校以来その名前を口にしたことない、かぐや姫だ、なんかあれでしょ、話の内容は確か月からタケノコになんか入っちゃって、それをおじいちゃんが真っ二つに切ったら赤ちゃんが出てきてっていう話だっけ、しおりはこつタケヤ姫だいたい合ってるだいたい合ってる、タケノコじゃなかったっけ、タケヤブだっけ、 What is ever young?大体合ってる、うん、これはこれなんかまだありなんて書いてあるのこれ、これまた翻訳必要か、ここはちょっと飛ばしていきましょう、うん、タケノコの中にいた土の中なの、細けいことはいいんだよ、細けいことは、これ何これ、ほんで何の潜水、これこれ手洗うやつかな、何これ、これ何、これ手洗うやつじゃないの、神社に置いたやつ、飲んでみて、こんな得体の知らないなんかこう発酵してる水飲めるわけねえだろ、綺麗だけどもさ、でか、あの口裂け女どこに出てくんのよ、出てこねえじゃんこれ、もしかして最後ちょこっと出てきて終わるとかやめてね、今までいろんなそのものを見てきたからな、ですって書いてある、これ何、これストレージって書いてある、あれでもなんかこれ鍵がないんだよ、鍵がストレージって書いてあるけど鍵ないよね、もしかしてタイトル詐欺しちゃってんのかな、もしかしたらこれ入ってみる、眩しくない、ここ、これ俺の後ろにいないでしょ、
なんかドンキーコングの樽みてえのめっちゃ置いてあるんだけど、これおりーちゃんこんばんは。発酵ね、発酵発酵だよ。探さないと。なんで俺が口先女探す側になってんの。あ、こっちにも部屋あるよ。これ、これ何これ、スク、ん、スクールハウス日本、いろいろね、鍵かけんのやめよう。ぶち破るぞお前、ここの部屋の全部。これ樽の中に鍵が入ってる、そんなことある。わかんない、テキストがね、英文なんで。お、キャップこんばんは。これはピーん、バッシュハウス、樽投げんのね。もうドアやめちまえよこれ。なん、どこもかしこも鍵ばっか。なんだこれ、マスターキーかなんかあんのかなこれ。あ、教室、浴室バッシュって俺久しぶりに聞いた。障子なのにドアみたいな音するしよ。あ、バスルームか。バール、バールなんかないでしょ。樽破壊できないでしょ。バッシュハウスって何ナイキとかあんのかな。コペパンこんばんは。え、何もないよこれ。こっち行ってみますか。一見そのこと、あ、神社だ。一礼、あ、違う、これここじゃねえな。ここの奥か。そうそう、出てくんのかな、口先を。なんか今、なんか変な塔なかった今。なんか今走ってかなかった、誰か。お、みめんはこつ、なかなか速く走ってたね今。私はアディダス派です。走ってたよね、遅れて。いや、なんか今横サーッと通ってたけど、これなんもないの。なんもないね。おいおいおい、嘘だろ、どうなってんだこりゃ。シルエットが、あ、もしかしてこれ姉さん来んのかな、イビル姉さん。今なんか横、なんかね、右から去って行ってたで。これ何、これ大仏だっけど。え、なんだこの大仏、何なの。股間がめっちゃ燃えてるけど。これ何の意味があるのこれ。この股間燃やしてるやつ、何が、いや、これ何、股間燃えてるよね、大炎上やで。あれ拷問されてるみたいになってるよこれ、見た感じこれ。うん、男塾のあれか男塾名物のあれかな、熱い壺をこう持たなきゃいけない授業みたいなやつ。これセーブしたいね、ここまで来たら。これセーブポイントってもうないの、どこの修行僧なの。わかんない、大仏の股間を燃やしてしまった。ここにもある、ほら、ここにもある。さっきのもや、あれかな、あの大、え、さっき、あ、これもしかして炎をつければいいのかな。グミこんばんは。爆発音みたいな曲だもんね。お香の匂いが苦手なのこれ。多分燃やすんじゃないかな。こっち行ってみる。黒羽和骨、多分全部つけるんじゃないかな。地獄の油風呂、ろうそくの火が消えるまでずっと冨樫が入ってたやつ。もうわかんねえだろお前、その男塾わかるやついねえって。もううちの枠にやめて。タイプライターもないね。ここ、なんか結構わりかし広いんだねこれね。しかもそれにしてもか、なんか靴だけ女全く出てこんない。あ、はしご使えないの、使えないか。これ開くんだ、これ開くんだ。あ、和子こんばんは。これ開くらしい。ストレージってあれ、
どういうことな。あ、預けるんだこれ。これ預けるらしいよ。預けるんだってこれ。なんか鉛筆削り違う。ああったよほら。なんかあのバイオハザードでいうあれだよ、セーフルームみたいな、ありました。オッケー。袋はなくなってる。さっき燃やした。多分大仏に燃やすようにするんじゃないかな。あれ4次元ボックス、いや違う、さっき大仏に燃やしたんだよ。あ、これ走れんのか。ってことはこれ大仏で燃やしたっていいんじゃない。袋を燃やしてたんじゃないかな。これでこのお地蔵さんじゃなくてこの大仏さんの股間を。音がすごいな、音が。オッケー、これで2匹目。フクロウを多分供養するんじゃないかな。フクロウだけに苦労みたいな。怖っ、なんだあれ、怖っ。セーブしたい。なんでもないです。すいません、なんでもないですよ。多分セーブしたい。セーブしに行こう。うん、ちょセーブしたいけど、セーブする場所がないんじゃないかな。着火剤なのかな、これは。これオフィスって書いてあるよ。これ開くんだ。これ開くらしいよ。オフィスだからセーブするとこあんのかな。バチガイな、チェアが。バチガイな、なんかソファーあるけども。セセリワコツ。走っ、敵がそもそもね、出てこ、また袋あった。おう、ケンちゃんこんばんは。この事務所、カーめっちゃ入って、ここだけなんか、パソコン置いてあるけど、これ。洋と和のコラボレーションだよ、これ。セーブするとこ結構前あったやんな。なんで？なんだここ。セーブしたいね。戻るか、一回。一回戻ってみる？ここ上行ったらちょっと戻るか。何があるんだろう。パソコンルームかな。こう Wi-Fi 飛ぶの、ここ。インターネットとか。パソコンめっちゃあるけど。ほら。ここだけ電気ついてるよ。あ、鍵ある。鍵、ほら。鍵あるな。ちょっと待って。取れるかな。あれ、この鍵消えてね。ちょっと。シミ？これシミか？鍵のシミ？やめて？机？あ！どんな影の写しなんだよ。やめてよ、もう俺床のシミかと思った。いや、鍵あったんか、上に。どう反射したらそういうシミの方に見えるんだ。やめてよ。何の鍵だろ、これ。これ何の鍵？あ、ストレージキーって書いてある。さっきのストレージのとこ行けばいいんかな。いやいや、普通にシミに見えるよな。だから埋もれてんのかなと思ってよ。バグかなと思ったわ、今。確かに薄すぎてさ。お、真昼和骨、こんばんは。とりあえず戻るか。ストレージとか行く前に。その前にセーブしたいね。いや。出てこないんだよ、口裂け女が。口裂け女出てこないことある？もう一回すっ飛ばす？読んでみる？これ読む？一回これ読むか、じゃあ。敵が出てこないんだよな。どうしてこんなところに来たのかわからないが、ここはいい場所ではない。故郷を思い出させそうなのを思い出すが、しかし恐ろしいほど違う。恐ろしいほどです。この翻訳もポンコツだからな。この場所は私の失敗を種にしている。失敗を種としている。私がしたひどい行為のために私を苦しめることを望んでいる。
私がしてきた恐ろしい行為にはこっから出なければならない。おりんご和骨、あやねも和骨。わかる？2回言うのは俺が言ってるわけじゃなくて、この翻訳が2回言うとりますけども、私のせいではありませんよ。とりあえずセーブするポイントまで行きます。これちょっと進んでるよね。ちょセーブしに行こう。ちょっとセーブしたいね。セーブする場所確かどの辺にあったっけ。なんか結構真ん中ら辺にあったよね。どういうこと？いや、さっぱりわかりません。ヒントは特に ないですね。セーブするところでどこら辺にあったっけ。セーブするところ読んだけどわからんでしょ。わかんないでしょ。ヒントがないですね。これセーブだ。これだ。はい、セーブした。はい、セーブした。いつでも安心です。このゲームにセーブあるってことは結構内容が結構長いんかな。ヒントがないか、とりあえずストレージの部屋に行ってみるか。今ストレージの鍵取ってるから、ほらストレージキー。うん、これで安心だべや。おっしゃ、じゃとりあえずストレージの部屋行きますか。どこだっけ、これだっけ。あった、これをこう。ほら来た。ほうほうほう。セーブの道のりがまあまあ結構遠いんだよ。ここにも袋があるのかな。何がいいのかな。これ出てくるのかな。口先女出てくる、ついに。口先女ついに出てくるやつ。2回行ってみる。もうだってもう開始20分経ってるけど全く出てこねえの。なんでこんな荷物たくさんだこれ。お客の荷物かな。なんもないよ。あ、袋だ。袋を持ってんのはいいんだけどさ、これ大仏が他にあるの。これ大仏、袋はあるのはいいんだけど、大仏って他にもあんの。なんもないよね。なんもないよ。あ、なんかある。これ鍵のヒントかな？多分これ鍵のヒントですかね。何何？風呂釜のスペアキーがまたもや行方不明になった。お、秋ちゃんはこつ。またもや紛失してしまった。背がどこにあるのか、今度こそ盗難を防止するには、私はパイオ2、窃盗を防止するって書いてあるよ。いや、ガチで。ほら。俺が言ったんじゃないからね。そう書いてあるだけだから。いや、本当にそう書いてあるだけだから。で、あの気難しい親父が、10IA です。もう一回鍵を奪ってをこっそり持って行って熱い風呂に入ったことがある。時間、無賃乗車した。このようなことは許せません。って書いてある。だけです。無賃乗車？なんだ、鬼滅のなんか無限列車みたいな。鬼滅といえば最終回で終わっちまったよ。で、次は柱稽古編なんだってね。やったぜ。わけわかん、あ、金庫！おいおいおい、なんだっけ？なんかさっきなんか言ってたよね、俺ね。なんだっけ、なんつってさっき俺。なんだっけ、なんとかって言ってたよね、これね。俺、パイオツありますよ。これか。2236？これかな？ 101A なのかな、これ。101A？ やってみる？ 101？ どっちが左、どっちが右、これ。部屋番？あ、そこに、あるのか、ヒントが。部屋番は。柱稽古編短いかもって話なん。短そうだね。多分3話ぐらいで終わると思う。あの内容は。ち
と1、じゃあ101号室行ってみますか、とりあえず。鬼滅終わっちゃったよ。パスワードわかんないもんね。とりあえず101号室行きましょう。ここはとりあえず袋を全部回収したんだよね。とりあえず行きますか。ここなんもないもんね。相撲稽古、サンクチュアリアン。ちょっととりあえず行ってみましょうかね。101号室なんてそもそもどこにあるんですかね。竹のりこんばんは。ちょっと他まで行ってない部屋あると思うんで、ちょっとそちらに向かいたいと思いました。確かこの辺のどっかにまだ行ってない部屋あったよね。この奥は行ったんだよね。こっちか、こっち行ってないんだよね。ストレージキーとかまだ残ってねえわ。残ってないですね。ここは俺入ったんだよね。ってことは今度こっちね。口裂け女いつ出てくんの？そう、焦んなって、多分これが出てくんなっておそらく知らないけど。袋を燃やしたら開くんだ。袋燃やすやつだってもう、ないくねえか？ガサこそ。こっちは？アニオリ入れて伸ばすかもって言ってた。あー、なるほどね。エマこんばんは。アニメオリジナルをかけるとか。あ！これっぺーなー、これっぺーなー。これの英語、A だったっけ？こっち B だな、これ。これ全部開く？あ、全部開くな。この辺のどこかに、これ何これ、メディカル。回復？ってことは、これ左下スタミナゲージじゃなくて、体力ってことか。ね、あ、袋だ。袋どんだけ回収してんのこれ。回復だと思う、おそらく。回復だべ。多分これ、戦わ、襲われるのかな？もしかしたら。ベッドが短い。そこ？やべえやべえ、ちょっと待って、リーチかかってる。あ、これは 200B だね。あ、雨の音だと思うたら、まさかまさかの、まさかまさかのビデオ？ビデオテープがねえか、無理だこれ。ほら。スタジオ B って書いてあったから、スタジオ A って、で、家の中に 101A があんのか。雨の音かと思ったら、こっち普通に砂嵐の音だったわ。怖いよね。これ貞子出てきそうで怖い。一応電源消したけど。多分どっかに、これ 201B だね。これが鍵かかってんね。ってことは、このどっかに 101A があるのか。探しましょうか。105、101。お隣？お隣かな？この辺のどっかかな？これかな？これっぽいね。ここっぽいね。ほら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 、あったあったあった。ここのどこかに鍵があるみたい。B と、ここが A とだ。あった！あったあったあった。ほら。バッシュハウス。これ一番最初の近くにあったやつだよね。風呂部屋、風呂部屋。バッシュハウスの、ちょっとここも見とこうぜ。ついでに。ここは？ここ何があんだこれ。あれ？ここにも鍵あるよ、ほら。スクールハウスキー。バッシュハウス。俺バスケしようかな。袋を置かないとあかんな。なんだっけ、箱に沈める、箱ん、これ何、これ弁当かな。インベントリー埋まってきちゃった。これなんだ、何これ、専用の鍵があんの、これこれこれ専用の鍵があるみたい。
とりあえずちょっと、じゃあちょっと一回戻りましょうか。一回戻りましょうよ。なかなか鍵取ったし、ところで、どこに出てくるんですかね。これは？ここも開くのか。ここはなんもないのかな？これなんもないみたいだね。一回戻るか。戻ってセーブかけて、で、鍵開けてくるか。大仏が見つかんないんだ。あ、セーブポイント、こないなとこにありましたの。やったぜ。チャットが切断されました。再接続するまでしばらくお待ちください。接続しましたってなってるけど。ケーヌ和骨。あ！ありました。はい。やったぜ。プールに沈めよう。あともう一個あったらすごく楽なんだけどね、これね。これ。またあと2つあるのかな、どっかにね。でもセーブあって助かったわ。これ音でけえよな。なんか爆発したみたいな音するもんね。とりあえず一回戻りましょうかね。 A 型出てる？すいません、なんか A 型出ちゃって、僕きっちりしないとダメなんですよ。バイオハザードでより一番一生より一層時間かけてんのがあれだからね。整理整頓だから。セーブは甘え？あ、これ預けられるよ。なんか預ける？いやでも使うものばっかりだな。まだいいかな。鍵使ったらなくなるからいいかな。自動整理でいいじゃん。嫌です、嫌です。お、そう、これ一個にまとめとけよお前。これなんで一個ずつやねん。自動整理なんて俺やりたくありません、そんな。とりあえずじゃあ、まずどこの大仏探す。これグリーンハーブ的存在みたいなやつなのかな。ちょっと待って、大仏探すか、それともドア開けてくるか、どっちかによるんだけど、どっち行く。ちょ、俺決めらんないわ。優柔不断出とるわ今。燃やす？でももう多分ないで。多分。もうないでしょ、だって。もう大仏ないでしょ。どっかにあんのかな？鍵開けた方がいいか、先に。燃やす？開けてくる？とりあえず鍵開けてくるか。ね。うん。とりあえず、大仏なさそうだし、多分次のステップ行かないと多分進まないんじゃないかな。はい、かかってんね。まず、何キーだっけ？スクールハウスと、これは？ニコハウス？なんなん？こっち行こうか。こっちに？これなんだこれ？なんか赤と黄色の扉あるよ。何これ、どういうこと？とりあえずこっちは後回しにしよう。これは？何これ？マップ？あ、マップあんのこのゲーム。このゲームマップがある。おー、イエース。せめて大仏の場所まであるとすごく助かるんですけどね。あー、いいですね。こうマップあるのは助かりますよ、これ。いいですね、マップは助かりますね。じゃあこっち先行きますか。この先まっすぐ。いや、マップあるのは助かりますよ、これね。素晴らしいね。俺のために用意してくれたんかな。それは嬉しいね。なんで？なんか売ってたんか、これ。なんか売り物がある。嘘だろ。なんで寺院に機械があるんだよ。教えはどうしたんだよ、これ。何これ、これ何ですかね、これは。これ何、これ何ですか。トマトですかね。トマトですね。推しの子の目の、ま、なんか目の形
推しの子の目道。おまんじゅう？これパプリカですよね。リンゴじゃない、パプリカだよね。藤谷和骨。あ、これお店らしいわ。ほら、見て。お店だ。シュガーと書いたのも。ピーマン。売店だ、売店。そう、売店ですね、これ。完全に売店だ。あ、招き猫があった。なんだお店が。それだってあんたこれ、多分これアメ村だべ。アメ村じゃなくて、あの、時代劇のあの、映画村お、夏猫さん、こんばんは。このレジ持って帰ろうぜ。とりあえず。誰もいないんじゃ、しょうがねえ。京都。江戸村？あ、江戸村ですね。アメ村って、こういうの ないもんね。この後になんかあるんじゃないかと思ったけど、何もないからやめましょう。パプリカ、花が咲いたら。日光江戸村？あ、ありました！スクールハウス。多分これだべ。どれ？どの鍵？これ？これか。うら、邪魔するぜ。いい。社長室かな。社長室かな。これ何？オフィス？オフィスかな。これ何？あ、ここドア開くの。あ、なんかある。アメ村は大阪新京橋。あ、震災橋だ。袋を見っけ。ね、袋で埋め尽くされてる。どうしよう、これ。もう何も持てねえ。どうしよう、これ。鍵も持てねえぞ、これ。何もないよ。袋。袋ばっか持ってっけど、これ、どうしようね。袋もう、リーチかかってるから。これ何なの？これ何？机、あ、スクールってそういうこと？あ、絶対鍵だ、これ。ほら！うわー、もうこう、スクール、じゃあ、これ、どうしよう、これ、袋。これ、置けないの？置けないか。預けてくる？ストレージってどっかにあったよね。近くになかったっけ？モコ、こんばんは。回復使う？隣にあったわ。お風呂の鍵、いや、待って、隣に、あの、ストレージあったわ。これに預けちゃおうぜ。ああ、間違えてるわ。隣の部屋がちょうどストレージの部屋らしいから、あれ？お風呂の鍵開けてきちゃう？先に。どこだっけ？これか。反対側だ。こっち側の？こっち？バッシュ。これ。はい。ところで、口裂け女は全く出てこないんだけど、これ。これ完全にタイトル詐欺してるやん。怒られるやつやん、俺。おけいちゃん、こんばん。ない、なんもないもんね。脱ぎ捨てた、最後にちょっと顔だけ出てきて終わるみたいなやつ、マジやめてほしいよね。サムネ詐欺。まだお出になられてありませんね。口裂け女のくの字もありませんよ。これ何部屋なの、これ。お風呂？お風呂なのかな、これ。風呂部屋か。風呂部ね。もうこれいらないんだけど、これマジ。なんなんこれ。そんなに大仏あったか。お風呂。 LGBT 法案可決されたんで、ここは皆さん合法になります。ねえ、もう取れないってこれ。ちょ、一回袋預けようぜ、これ一回これ預けましょう。皆さんダメですよ、これ。もう袋だらけだ、これ。抱えてますわ。大仏探す？大仏探すって言ったって、これこの辺大仏あるの場所、これ。岩崎和骨。袋しか持ってねえぞ、これ。これ箱に預けた方がいいんじゃない？箱に預けん？どっかに箱あったべ。
探してみよう。お、バラがあるわ、こいつ。袋をめっちゃ持っとるんや。あー、大仏見つけた。大仏、はい。はい、よし、オッケー、オッケー。あと1個ぐらいあったら楽なんだけどな。あと1個ばかしく、大仏あったら超楽なんだけどな、これな。だめか、袋預けていくか。大仏のとこ行ってマップ見れば特徴がわかる。大仏にマップわかる？いや、全くわかんないんだけど、これ見て、これ大仏のダの字もなくね、これ。回復持ちすぎ？だってしょうがないじゃん、だってねえ、そんなこと言ったってだって一個ずつなんだもん、だって持ってんのが一個ずつ回復持ってるから。この辺にありそうじゃない？あ、でもこの辺探したんだけど大仏なかったんだっけ。そういえば大仏があったら袋を消化できるんだけど、大仏がそんなにないんだよね。この袋を持って袋カフェ開いとくか、とりあえず。で、客を集めよう。そしてお金を稼ごう。それがいいかもしれないわ。回復一回預けるか。本当にこれ使うかどうかもわかんないもん。いや、探してんだけど、やっぱ大仏ないからこれ預けた方が早いかもしれないわ。口先女出てくるまでとりあえず預けとく。どこだっけ、預けられるやつはどっかにあったよね。ストレ、あ、これだ、これ、これに預けましょう。とりあえず回復を預けて、こう、こう、ん、こう、こう、こう、こんな感じでいい？回復全部預けちゃったけど、できた、できた、できた。じゃあこれで一応セブっといて、はい。でこれで鍵開けに行きますか。じゃあ行ってきますか。それでどうだったっけ、さっきの俺がいろいろあった部屋のもう場所が分かんなくなるな、これな。この辺だっけかな。あ、この辺の2階にあったんだよね。死にかけたらフルスピードで逃げるわ。レン君カフェがいい。俺一人しかいねえじゃん。あ、どの辺だっけ、この辺に鍵あったんだよね。どの辺だっけ、あれ、どの辺に鍵ありましたっけ、あれ、あー、これだ。これ何キーなの、これ。パッドロックキーって書いてある。別れの言葉は何しか。俺たちは家族だ、ブライアン。俺たちは家族だ。スクールデイズ、誠さんをめった刺しにした話が書いてありますね。あ、また回復だ、これ。畳の上に椅子って、これもしかしてあれかな、あの、あれなんだっけ、あの、あれ、金庫の鍵、金庫の鍵のあれじゃない。でもこれどっち回しか分かんなくね、これ。そう、多分金庫の鍵じゃないかな。812なんてあった、金庫見つけたらちょっとやってみる。でもどっちから回すか分かんねえよ。だいたい左から回すのがセオリーなんだっけ、金庫って確か違うっけ。でまずここが1個で、もう1個あったよね、部屋ね。こっちだっけ、8125かな、お風呂場だよね。8右2が12なんてある、これ。 201B キーって書いてある。 OK、 よし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 。おいおい、口先女待ってくれるかな。とりあえずじゃあ金庫行ってみるか。15まである。一回ちょっとじゃあ見てみようか。まさかと思うけど、あれが口先をのやめてね。ちょ、は、ちょ、いや、いやいやいや、これ包丁持ってっけど、ちょっと、は、ちょっと体力がない、体力、
体力ない、体力が体力ないって。いで、ちょダークソウルみたいなダークソウルみたいなユーデットになってるこれ。まさかと思うけど、あれ口裂け女っていうわけじゃねえよな、まさかと思うけどあれ口裂け女か。回復、俺預けちゃった全部。鬼ポテこんばんは。武器ないんだよ。ミミズこんばんは。ナタみてえの持ってたぞ今。回復、じゃ回復1個ぐらい持ってくか。ちょ持ってこう回復。おにゃむにゃむこんばんは。ちょ回復1個持ってこう、それがいい。ちょまさかまさかの、まさか予想もしてないものが来たから。ちょちょちょ、でも1個持ってたんだよ、あれどうやって使ったんだっけ。1かポケットナイフ、いや持ってないでしょ。いやあいつどっから湧いてきたんだ。よもやよもやだよ。また俺鍵取りに行かなきゃいけないじゃんこれ。え、これなんなのこの聖水は。ホーリーウォーターって書いてあるよこれ。ほらホーリーウォーターってことはこれを使ってなんか攻撃するのかな。ホーリーウォーターって書いてあるよ。お、落ち着いた。組むやつがないと無理って書いてあるの。多分組むやつがないとダメらしい。俺たちの想像してる口裂け女をはるか左、はるか180度ぐらい回って違ってたよね。普通に女の人がなんかでかいナタ持って襲ってきたっていう謎の事実が発覚してます今。金庫の番号は俺がもうみんな控えてるからまあいいとして、普通のお姉さんがナタ持って走ってくるだけのなんか怖いゲームになってるこれ。一回とりあえず鍵だけ、これスタミナゲージがないからわかんないのよ。ナタはやべえ。そう、こんなに予想違うことあるってぐらい違う俺たちの口裂け女はなんか赤い格好でロングのワンピース着て帽子かぶってマスクしてる女の人が鎌かハサミ持ってるイメージなんだけど、おそらく海外の口裂け女は普通に女の人が、黒髪の女の人がナタ持って襲ってくるっていう、ここだよね確かね、襲ってきたの。これどうやって巻く、これどうやって巻こうか。あいつこっから襲ってきたよな。あれ来ない、あれ来ないね。あれ来ないよ。口裂け待機中、やめてください。どっかで隠れてんのかな。トイレ行った。あれ金庫ってどっち行ったっけ。あんまり走らん方がいいのかな。ランダム、やめてよ。イベント起こした俺。いや何も起こしてないよ、イベントなんて。イベントは特に何も起こしてないよね俺ね。口先出待ち、いやーこれは多分出待ちされてるパターンかもしんないわ。もしかしてエンカウント、あれは人の形なのかそれとも電気の影なのか分かんねえな。これは電気の形、人の形どっち。麦わら信者いやシルエット違うけど麦わら信者。
201天気でしたね。ウェイクはこっちね、これだよね。201 OK。 はい、紛らわしいね。何これ、イップマンのあれかな。何これ、キツネだ。キツネの顔だよ。キツネの顔、どういうこと。これコックリさん、これ一回飛ばそう。ここは狼、あ、これキツネではなく狼か。俺にマンウィズになれってこと。あ、つまり俺マンウィズになって俺ファーストテイクの出ていいってこと。つまりそれ、そういうこと。かぶるの、ついに俺もマンウィズの一員になるってことか。やったぜ。ところで金庫はどこかしら。あ、ウルフって書いてあった。フォックスがキツネか。うん、口裂け女って犬科の霊なの。あれ、なんか都市伝説でなんか口裂け女って、あれ動物の霊なの。あれ違うんじゃない、違うっけ。そうなの。金庫どっかにあったな。え、そうな、いや、わかんない。あれ金庫ってどの辺にあったっけ。どうなの。いや、ちょっとわかんないっす。あれ、これ掴めないんだけど。あれ、ちょ、わかんないっすね。あれ、これだよね。あれ、なんで、あの、あれ、バグりま、バグ、あれ、バグった、冗談でしょ。この鍵なんだけど、あれ違うくない。え、この鍵じゃないの。私綺麗って言ってくるやつだよ。え、あの鍵、え、この鍵じゃないの。これなんか開かなくなってない。いや、金庫じゃなくて、これなんか小筒違うのかな。持てないわ。あれ、なんか鍵開けるみたいなモーション出てた気がするけど。金庫違うとこ行ってみるか。その前にセーブしたいね。セーブかけたい。またいつどこで襲われてるか分かんないから。軟禁所の鍵って合ってた。一回ちょっとセーブしよう。とりあえず一回セーブ。 OK、 セーブしました。これでいつどこでもいつやっいって、怖あれ私綺麗って言ったままずっとフル無視したらどうすんねん。別な部屋、あれどこだっけ、金庫があった部屋って。あれどこだっけ、金庫があった部屋って。あれどこだっけ、金庫のあった部屋って。あれどこだっけ、金庫のあった部屋って。あれどこだっけ、金庫のあった部屋って。こっちだっけ、上だっけ、下だっけ。倉庫、あれ、そ、あ、そっか、あのたくさん荷物があった場所だ。ごめんごめん、ちょっとバグりまくりました。そう、なんだっけ、あの、あれだよね、たくさん荷物があった場所だよね。あ、これいいんだよね。場所が金庫2階倉庫の場所だよね。あれ、倉庫ってどこだったっけ、どの辺にあったっけ、倉庫って。なんか倉庫あった気がするけど、どこら辺に倉庫があったか覚えてないな。あんまり走りたくないね、これね。いつどこ出てくるかわかんないからね。倉庫はどこら辺だったっけ。これこれじゃないよな。セーブできるよ。この上じゃないもんね。地図にストレージ。確かそれは、確かそれは、これか。こっちだ。これがどこ、これ。これはここだ。これ隣だ。こっちね。地図をちゃんとしっかり使うところが。
かり油断してるけど、あいつどうしてんの？わかんねえ。あ、これだ。ここだ、ここ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 ですね。あいつ何やってんだろうね。待機してんのかな。で、ところでこの狼の仮面って何に使うんだろうね。もしかしてこれをどっかにかけるところがあるのかな。大仏も結局見つかってないもんね。金庫の鍵はどこにあったかな。地図があっても迷うんですよ、僕は。地図なんてそもそも、ありましたね。で、これだ。で、皆さんちょっと見ていただきたいんですけどもね。拡大してるんだけど、これですね。これ拡大したらこれ。ちょっと待って。はい。どう？ある？ 15。12か。12あるっぽいな。12あるっぽいね。オッケーオッケー。で、8、12、5ね。どっちから？右から？ファンサ？いや、ファンサじゃないっすね。どっちが右？違う、どっちが右じゃねえや。右から？左から？どっちだ？どっち回しからだ？右からなのかな？こっち？ 8？ あ、ちょっとガチミス、ガチミスだな。どっち右？関係ない、ごめんね。時計回り？ 8、12、5。8。あれ？なんかおかしくね？おかしいな、俺か。リセットされてない？これ8で止まんないんだよ。8、12、7っけ？ 5？ 5だったっけ？ 5？ あざっす。どう？開かねえな。開かないね。違うのか？逆？あ、逆だ！あ、でも、黒板に載ってるのは合ってたみたいだね、これね。開いた開いた、開きました開きました開きました。あ、ディズニープラス出てきて今。開いた開いた開いた。あ、違う、バカこれじゃねえ。こっちだった、ごめんね。俺の配信環境画面ミスめちまった。めち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 。レッドゲートキーって書いてある。ファンサ、いや、ファンサじゃないです。レッドゲートキーごめんなさい、ディズニープラス間違って見せちゃった。レッドゲートだから、あの丸いなんか球体のやつかな。赤いもんだ、赤いもん。そこまでいけるか？セーブしたいな。また襲ってきそうで怖い。赤いのがあった部屋じゃない？赤いもん。どっか出るんだ、これ。こっからか。平井だし、ワンサ、あ、ファンサー気にしないでください。今のは記憶から抹消させてください。お願いします。このペンライトを見てください。これから強い光が当てますけどね。そしたら何もなかったかのように記憶は消してありますので、そもそもセーブしたいですね。電気ついてたもんが確かどこら辺だったかな。どの辺だったっけ。なんか結構奥だったっけ。どのなんか奥だったワンピースの、あ、そうだね、ネットフリでね。ワンピース。あった、この辺だ。ちょっとセーブしたい。一回セーブしていい？一回ちょっとセーブしましょう。そしてセーブする場所がわかんねえ。どこだ、これ。この先がそのレッド、
なんかレッドカーペットじゃなくてレッドモンだったっけ。そうセーブしたいだけどセーブする場所がセーブでも走れねこのゲーム。走ると襲ってくるか怖い。レッドベアがある。ちょっと待って、どっかにセーブするポイントがあったはずなんだが、それはどこに。でも走りたいけど走れない、怖くて。走ったらあいつが襲ってくる。セーブするとこ結構向こうだよな。そろそろ来そうだよね。青く光ってるところは多分あの青い鍵なんだべ。これ結局なんか器がないとダメなんでしょ。器がないとセーブだけさせてください。セーブだけ。器なんてないよね。地図に書いてないんだよ。よし、 OK、 セーブできる。よし、セーブしました。 OK、 セーブ完了です。走ろう。でこれでさっきの赤い鍵を使う。これで一安心ですよ。これでセーブできなくてまた最初からだったら俺もう多分投げてますねこのゲーム。ポイッつって、うん、まあ来てほしい時に来ないっていうね。まあ来てほしくない時に来るっていう謎のセーブは、まあ実質回復なんでね。まあ俺の心の安らぎ元ですよ。セーブすると安心ですよ。やっぱいいですねセーブは。そしてここはどこだ、どっちだっけ、どっちだっけ、あっちか、あっちに行くのか、こっちだ、この部屋ね。これもこう、さあ果たしてこの門の先には何があるのか楽しみですね。開けます。結構アイテムカツカツやったんだな。開いた。さあ運命の扉が、これでちょうど袋を燃やそう。怖いんじゃ音が、これ怖いんじゃ。ストレージあるな。これは何キー、これニコスハウスって書いてある。あ、セーブポイントある、ラッキー。セーブポイントありましたね、やったね。なんかあるんかな。あ、呪いのビデオでやるぜ。オッケー、拾っとこ。オッケー、呪いのビデオの説明書。オッケーオッケーオッケー、理解。行こう。なんて、いや呪いのビデオだって言おうとしたんだけど滑舌が。よし、じゃあとりあえず行きましょうか。唇が完全に呪われてましたね今。すいませんね、今からちょっと呪いのビデオを今から再生しに行きますわ。ろれつが。でビデオがあった場所は確かなんだっけ、何丸何号室の部屋だったよね確かに。あれね、何丸何号室の部屋だよね。210とかなんかその辺じゃなかった、あのサダコが出てきそうな場所。確か部屋がたくさんあった部屋だったね。どうだったっけ、この辺のどっかだったよね。あれか、あの辺のどっかだ。これビビるくね、これだって明らかに人の形してるもんな。人の形をした悪魔が 201B? ほんとか。これもう一回ね開けたらね二度と閉まんないんですよこのドア。まだまだこんばんは。オッケー、再生します。いいですか皆さん、呪いのビデオオンエアします。皆さんしっかり目を開けてみてくださいね。電源ついてなかったすみません。
何これ。それテレビついてないやつ、それ映んねえよな。なんだ今の動物は。なんか意味があるのか。もう一回再生するわ。何これ、どういうこと。動物の森、わかんない、なんか立派な角ですねしか言うコメントがないんだけども、これそれしか。アニマルビデオ見てどうすんのこれ。何の映像やねんこれ。ほんで何の映像なん。俺にアニマルビデオ見させてどうないすんのこれ。どうしよっちゅうの。お、新しく映像が、ライオンの正面を見てん。時たま出てくるこのタカは何なの。タカ、ワシで、これに戻んのこれ。あ、動いてる動いてる。何の映像やねんだからこれ。これな、な、何が言いたいのこの映像は。ほんでこの映像一体何が言いたいの。わし、このトラ、ライオンかこれ。ライオンとわしと、あとこれ何だ、牛、これ何なの、これ、なこれは、ね、羊、これ何だこれ、分からん、全く分からん。ヤギ、ヤギかな、ヤギか。ワシ、ライオン、ヤギ、バイオみたいに、それに関するアイテム。ライオン、ワシ、ヤギ。ライオンがなんか正面向いてた、真正面に、タトバ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 、ディケイ、クーガ、アイト。さっぱりわかりません。どういうことですかね。他なんかある。これはこのパッドロックキーっていうのは、これどこで使うのこれ。ほんでパッドロックキーなんて使うとこある。これさっきの小包のやつだよな。ね、小包じゃないのこれ。小包っていうか、赤いとこ他になんかないの。探したけど何もなかった気がするけど、パッドロックキーってなんかどっかになんか使いそうなものあった。他になんか鍵かかってる場所ないよね。なんか他なんかどっかあったような、何を、なんかなかったような、あったような。俺は小箱だけど、あれ小箱がなんか開かないんだよ。あれ、ライオンとワシを狩る生物で、口裂け&ヤギ、どういうこと。あいつも来ねえじゃん。ほんで、つまりライオンは百獣の王を指していて、ワシは大地の王を指していて、ヤギは地上の王ってことですかね。困惑。なるほど。いやごめん、すんごい適当今の。すごい適当に言ったけど。お、しおこんばんは。こんばんは。今ね、みんなの頭と俺の頭がね、ハテナがたくさん出まくってるから、少し分けてあげるから、よかったね。うん、そうなんだ。いや、納得してるかもしんないけど、すんごい適当に言ってる。これ、やっぱ鍵使うとこないよね。やっぱり鍵使うとこで言ったら、あの小包っていうか、あの箱しかないよね。ヤギが一番弱いの。もう一回赤い部屋見てみる？なんか他あんのかな、なんか。なんか赤い部屋になんかあんのかな。しかし怖えなあれ。赤い部屋になんか、これはストレージ機、ストレージの部屋しかないよ。ネズコが入ってそう？ネズコちゃん、他なんかある？ないよね。壺ぐらいしかないよ、壺ぐらいしか。そう、この壺。
上限の4の鬼が入ってそうなんです。ちょ、あ、もう、あ、こっち待って、積んだんじゃん。あ、待って、これ積んだ臭くね？ちょっと？あの、おー、よかった、こうやっていけた。よかったあぶねえ、あぶねえ。やっちまったかと思った、今、俺。なんとかいけましたわ。終わったと思った、今。危ない。やっぱ赤い部屋なんもないよ、もう。やっぱあの、小ず、なんか箱じゃないの？ちっちゃい箱。ちっちゃい箱開けないと無理くね？あとなんもないもんね。そう、小箱ぐらいしかだって開けるもんなくね？あと鍵かかってる部屋って言ったらないもんね。俺大体全部開けてきたくね？箱行く？でも箱なんかあれ、表示が消えてんだよ。3つの動物検索したら、なんか出てきた？なんか出てきた？箱ってどの辺にあったっけや？箱んとこ行ってみる？箱ってどの辺にあったっけ？箱ってどの辺にあったっけ？悪魔かなんかで共通点？ライオンと、こっちじゃねえな。あれどこだっけ、箱があったの。スタジオの B の 2？ スタジオの B の 2？ スタジオの、あ、結構奥だったっけね。キメラ。あー、ライオンとワシとヤギを合わせてキメラってこと？そういうこと？B か A の部屋。確かこっちだったな。もしかしてキメラがなんかあれなんかな、関係してるんかなって思ったんだけど、このゲームのどこら辺にそうキメラの要素あるのか全く分かんないんだけど今俺。そして口裂け女とはっていう謎のそういう疑問系が俺の頭にだいぶよぎってましてですね、今ただいまですよ。口裂け女というものは一体、そもそも一体何なのかっていうのがさっぱりよくわけわかんなくなっていますね、今私は。そして俺は今何を今してるのかがちょっとそろそろ出てきちゃってますね、疑惑が向こうでは結構有名な組み合わせなの。いや、タイトル詐欺ではね、一応あの出てきたんですけどね、大仏もないし。あれ、こっちじゃないな。口裂け女がそもそもね、さっき一瞬出てきたんだけど、あのボッコボコに殴られて終わった。口裂け女はね、なんか物理で攻撃してくる、うん、こっちじゃないっぽいね。こっちだね。こっち、この部屋だね。この部屋のどっかにある小箱。ナタ女ですね、今完全にあれ殺人鬼やで。しかも今度は出てきませんね、今。あった。これでも開かないんで、見て、ほら。これ。ほら。なんかね、開かないの、これ。なんでだろう。なんか、表示が消えてる。多分この鍵だと思うんだけど、表示が消えてんだよ。なんでだ。そう、持てる鍵だ、持てるやつなんだけど、なんか持てなくなってる。再起動かけた方がいいかな。バグってるっぽくね、これ。なんかバグってるっぽい。一回ロードしてみるか。もしかしたらバグってる可能性ある。これバグってたらもう俺やんねえからね。で、これで、一応さっきの続きになってるから、これでちょうど近くにいるから、ちょっと行ってみるか。こっちの2階だよね。切るかな。あれ、どっちだっけ。おい、さっきと同じことやっとるかな、お前。しかし、おい、逆でしょ、こっちでしょ、あんた。こっちでしょよ。さあ、果たして開くのかしら、あの扉は。表示出る、表示どう。あ、出た。やっぱそうだ、バグだ、これ。バグってたんだ。
ほら、いけた。ほらほら、いけたいけた。何入ってる？イエローゲートキー。やっぱそうらしいわ。イエローゲートキー取った。よし。あの女も出てこない。じゃあそしたら俺もう一回リセットかけてるから、ワンチャン出てくるんじゃねー。これさっきの状態の方が良かったんじゃねー。黄色いとこ行こう。黄色トリマーセー、トリマーセーブ、トリマーセーブ。恐ろしいバグやで、ほんまやで。トリマーセーブ。ソロボチ出演時間かなこれ。いやーやだな、なんか走りたくねえな。走ったらなんか襲ってきそうだもんな。セーブができる喜び、うん、君はサイバー大学を知っているか。 See you again。 テンルンテンテン。よし出てくんなよ。で、イエロー大学じゃ、ディエロー大学じゃねえや。イエローモンはどこだ。イエローモン、なんか略してイエモン。この辺だっけ。もうごちゃごちゃごっちゃごちゃやで。確かこの辺でやっ、どこだっけ。やべえ、逆か、これ逆だわ。こっちでしたね。なんであれ襲われたんだろう、俺謎なんだよ。帝京平成大学、こっちだわ。走ると出てくるんだよな、地図見ないと。その選手は、俺は地図持っててもマップでね、ナビでも左ですって言ってるのに右に曲がる男なんですよ。よし、こっちだ。俺スーパー最強の方向音痴マンなんで、もう人に自慢できるレベルまで達してるからね。なんなら俺の領域まで達するとすごくね。さあ開けよう、開けよう。よし、さあオープン。お、ついに。これはなんだ、お墓があるよ。これブラッディーレターって書いてある。一回飛ばすね。ここは時間の都合上一回お飛ばしになられるので、アーカイブで一時停止ながら見ていただければと思いました。お墓ですね。お墓がありますね。これ大仏ありそうだね。大仏ね。お墓ですね。これお墓。お、招き猫。これ全部で5つあるみたいだよ、この招き猫。どうやら、あ、ありました、大仏。ほら、ちなみに多分1万5000歩ぐらい多分歩いてますよ、多分今の流れで。多分1、今1時間半経ちましたけども、今日はケツある感じですかね。エンディングは変わってくるのかな、これ見つけると全部。どうなんだろう。大仏もこれだけ？もっとあるべや。大仏もっとありそうだけど、あ、無惨様を見つけた。かける言葉はない。無惨様の顔を見つけた。これは？おい、増えたぞ。おいおい、せっかく消費したのに増えたんだが、しかし実まあまあ長い。しかもこのゲームフリーホラーゲームだからね。フリーホラーゲーム1時間半前まで口先女が出てきたの、まあ1回しかいない。おい、フクロウが減らねえぞ。コスパいいね。フリーホラーゲームでここまで長いとだいぶコスパいいよね。あれは？あれ火ついてるやつだよね。しかも口先女なの。あ、これあれか、
フリーホラーゲームの領域を達しておりますね。でもこのお面ってどこで使うの？お面の使う場所なんてなくね？ないよね。お面の使う場所なんてないんだよ。どっかにあんのかな。あれ、これは骨壺じゃね。あ、上弦がいる。私の作った芸術品をバカにするな。これであれじゃない、さっきの聖水をぶっかけたらあいつ倒せるんじゃないか疑惑きた。これゴブレットじゃないでしょ、こんな感じ。まだ他になんか大仏ありそうだけどないんかな。もうあれに組むんじゃない多分。もうないよね大仏とかは。大仏ないね。お嬢様の聖水、あれお嬢様の聖水だったらだいぶまあまあな高さあって今。とりあえずこれ袋を燃やしたけど、袋を燃やすとこ待って、え、何ゲットしてきた俺。あれ、なこれ、ん、これ何これ、こんなのあったっけ。あ、鍵が入ってた。鍵入ってた。あれ花瓶だったんか、壺じゃなくて。これ何の鍵、ミスプレイスって何、そんなのある、そんな絵あった？ミキプルーン？どこにあの、そんなの部屋あった？そんな鍵使うとこあった？そんなの。隠し部屋？どこの？中井さん？どっか開く部屋あった？ちょ、セーブしていい？怖いんで。吉田こんばんは。え？どこにあるそんな部屋、そんな部屋どこにあった。ミキプルーンを食べたことないんだよ俺。え、そんな部屋どこにある、そんな部屋あった、その部屋、そんな鍵使うとこあった。これ開かないもんね。これですかね、どうなんですかね。あ、違うか。これ何これ。あ、そういうことなんだ。あともう一個の仮面取ったらオッケーみたいなところあるのこれ。そうか。じゃああと一個で終わりなんだこれ。仮面を三つ見つけたらオッケーな部分あるんだねこのゲームね。仮面3つ見つけるみたい。え、どうしようかな次。でもこの鍵どこで使うかわかんくね。あとこれがわかんない、この2つの場所は。え、どこにあるのこのミキプルーンの鍵、どこで使うのわかんないよね。だどこ鍵かかってた場所あったかな。あともう1個ミキプルーンの部屋、ミキプルーン部屋どこにあるんだ、そんな部屋あったかな、どっかにあったそんな部屋、ミキブルーンの部屋どこもなかった。なんか怪しいとこあった、みんななんか今まで行ってきたとこでなかったよね。黄色い部屋は開けた、全部開けた。ミキブルーンの部屋どこだ、ミキブルーンの部屋、はじめに家に鍵かかって、奥行ってみる、じゃあ自分の部屋戻ってみる試しに。ストレージの部屋じゃないのでもあれ違うか、一回自分の部屋戻ってみるか、もしかしてなんかあるかもしれないしね。
俺なんだこれ、どういう使うのこれ。これ器がないと無理って言われてるけど、器なんてないもんね。セーブはこの先にあるから一応セーブしてみる。この青く光ってるところね。一寸でインクミキプルンにこだわり、やってミキプルンって美味しいんでしょ。パンにぬりぬりするんでしょ。ぬりぬり、パンにぬり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 を。さっきの壺はあれ花瓶らしい。どっかにある、なんかそういう鍵かかってる部屋。これ？あ、これっぺな。あ、これだと思う。あ、これだわ。あった、大仏見つけた。あともう一個じゃない？オッケー。あともう一個大仏見つけたらオッケーじゃないこれ。で、これ袋増えんじゃん、また。え、でもこれ大仏一個あったけど、他にももう一個あるってことこれ。終盤じゃない？でもこれもう俺やることなくね？大仏実はもう一個どっかにあるんじゃないこれ。袋をまた見つけたら、やなんか見つけないようにしようか、なるべくね、なるべく見つけないようにしよう。もう消費してもしても、いくら消費してもまだ出てくるっていう。え、お面は、お面2つとも一応さっきあの殻つけてきた。だからどっかに多分ね、大仏が隠されてんだと思う。もうこれやることがないから、大仏の場所しかないから。口裂け女は、え、あ、そうだね、まあ口裂け女っていうのはまあ都市伝説の話に出てきたキャラクターですよね。マスクをしてなんか私綺麗って尋ねてくるから、そしたら綺麗だよって言うと、どうやら本当にって聞き返してくるらしいですよ。そしたら殺されちゃうみたいですね。嫌ですね、ほんとね。で、その逆で、なんかこう、じゃあ私綺麗って言って、そうでもないよって言うと、やっぱそれでも殺されちゃうらしいよ、どうやら。うん。理不尽な妖怪なのか、お化けなのかね、どうなんですかね。実際どういう風に言ったらいいのかわかんないですよね。その、なんて言うんですか、あの口だけ女から逃げる方法はなんかないですかね、ほんまにね。口だけ女はもう出てくる回数1回っていう謎の、この辺にない？大仏、大仏ないね。俺ね、今すんごく願ってるんだ、袋見つかりませんようにって。フクロウがね、見つけてしまうと絶望の淵に立ちますんで、なるべくちょっと避けたいですね。フクロウは見つけたくありませんね。一応ね、外にあるから、いつもフリーだから。口裂け女もボランティアなの？1回しかないってこと？回数がこの辺にないかな、この辺にない？口裂けってタイトル割には1回でしょ。都市伝説ブームあったでしょ。見せ場作ったし上がってった。あ、もうそろそろ明日仕事だからもう寝たんかな。早上がりってこと？あ、この辺にありそうじゃない？ないかな。この辺にありそうだけどないかな。袋出てくんなよ、頼むから。お面がね、あともう一個あるみたいなんだけど、そのお面がないんだよ。肩を叩かれた時に反対を振り返ると口裂け女に襲われないって言われた。そんな無理なことある？そら無理ですがな、お前。そんな反対の方を見るなんて、お前無理だ、お前。フクロウ、フクロウ、いや、こっち側はもう全部見てきたから多分ね、もうないと思うんだけど。この辺だってないもんね。イエローの部屋ってなかったもんね。お疲れしたーって帰ってったんかな。これイエローのやつは俺つけたんだよね。あったっけ、イエローのところに。ここって1箇所あっただけだよね。2箇所ないよね。
ないもんね。実はここにもう一個あるとかじゃないよね。取って唱えると逃げていくとか。いや、俺のくしゃみで多分逃げていくんじゃね、そもそも、うん、うるさっつって。やっぱないな。何今の。いやポマードって言おうとしたんだけど。イエローもう一個あるかな。今視聴者の方が逃げてったからね、今。なんならね、口だけ音よりひどい話だぜ。俺のくしゃみ騒音ひどいな。定時上がりで DVD のキラーがプレイする。いやー、だってこれないよね、やっぱりないよね。やっぱ大仏ないわ。お墓はやっぱ1個しかないっぽい、これ。うん、お墓はやっぱ1個しかないみたいだね。ドロ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 、どうしよう。ないね、やっぱり。やっぱないって。やっぱ黄色いエリアは一つしかないわし。ってことは、じゃあやっぱあの奥か、あの A 棟 B 棟の場所じゃない。あっこしか考えらんないよね、あとね。口先女、私綺麗って言ってきた時に俺どう対応すればいいんだろうね。俺どうすればいいと思う、私綺麗って言ってきたら。そうだねって言えばいいの。でもそうだねって言うと認めたことになるもんね。どうなんだろうって言えばいいのかな。私綺麗って言うとどうだろうな、そうだなって言えばいいのかな。え、気まずって言うの、俺と付き合わないって。やだ。あ、ニンニン猫人がいる。この裏じゃない。パワハラとセクハラ発言。あ、あれか、もしかしたら口裂け女にセクハラっぽい発言したらあいつなんか逃げちゃうんじゃない。顔面パンチ、女を殴るってこと。ちょっと俺できないっすね、僕ちょっと純粋なんで。ちょっとこれ通れるんかい、ここ。通れるらしい。頼むから袋はない、袋を見つかりませんように、袋見つかりませんように。袋だけはやだ、袋はやだ、袋はやだ。そうか、袋は嫌か、袋はやだ、袋はやだ。困ったな、袋はやだ、袋だけは嫌だ。お面も集めないといけないし。いや、大仏がいないんだよ。七和骨袋お面がないから。あ、大仏が多分1個あったら多分それでお面が出てくるんじゃないかな。どうなんだろう。お面を探しよりも大仏を今探してる。ティガーはこっちいらっしゃい。今ね、大仏を探してる。うん、大仏、大仏、大仏を探してる。大仏が1個あったらもう俺たちの勝ちかけだよね。大仏くんが出てこないとこのゲームが、このゲームは進まない。大仏ないね。これだけぐるぐる端っこ回ってんのに大仏ないとかある？そんなことある？この裏とか？この裏見てみる？これセーブポイントしかないよね、この大仏じゃなくて。一個でもあるよね、大仏ね。やっぱり一個あるんだよ、大仏が。ここに大仏が一個あるから。あれ？これマリオのスーパーカップ優勝したやつ？え？これ何？あ、これがあれか？これあの聖水を汲むやつ？じゃないの？これがそうなのか。すんごい見落としてた。水汲むやつ、あ、ここにあったのか。あ、集まっちゃった、全部コレクション。え、じゃあ大仏もう一個どこ？これにいるんじゃない？え、じゃあもう一個の大仏どこ？
進めるけど進めるのかな。だって出てこねえんだもん。こんなとこにあったんか。おたつお疲れ。進んだ先にあるのかな。ここ両面全部見たもんな。大仏はもうないよな。聖水汲んだ時のその聖水の使い道が分かんねえんで、とりあえず聖水入れてみるか。ちょっと聖水を入れてみますよ。そしたらここって開く？おい開くじゃん。おい誰だここ見てねえの。おい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 嘘だろ、まさか冗談だろ。冗談だって言ってくれよなあ。あったー、すべての大仏に火をつけた。俺の探索不足っすね、これは。全然俺の探索不足ですね、これ完全に。そうです、すみませんでした、僕謝ります。ありましたありました、お前磨こう。オッケー。めちゃくちゃ見逃してたね、いつものです。オッケーで、これでなんか変わったかな。土下座してください。あ、はい、すみません。これでいいっすか、これでいいっすか。金髪先生ボイス。あー、うちのクラスの加藤くんが警察に捕まりました。あれは先生の責任です。で、聖水ってか全部つけたけど、なんか意味あんのこれ。許し、あ、ありがとうございました。え、大仏全部つけたけど、それでどうすればいいのっていう話なんだよね。まずそこなんだよね。どうします、どうしましょうか。なんか変わりました、なんかお変わりがありましたか。なんか変わったことありました、どうしたいんですか。いや、ちょっとわかんないっすね、どうされたいのか。この聖水を取った時になんかあるんですかね。あともう一個仮面取るだけで終わりなんですけど、大仏は全部つけちゃったし、あと猫全部集めちまったし、これもう 最高級のグッドエンド行くでしょ、これトゥルーエンド行くんじゃない。今聖水くべに行く。OK、聖水くべに行きました。ちさけさん出てこないんですよ。これですよね。で、先生くべましたよ。聖水をくべました、それで終わりです。これでどうしましょう。この聖水を上に置けばいいのかな、実は違うかな。これ仮面の代わりに実は聖水を置く感じ、実はもしかしたらそうなのかな。もしかしてだけど、多分やってみる、置いてみようぜ。せやな、多分置いてみるか。そこ仮面ちゃうんかいってなるかもしんないしね。仮面聖水って謎いよねっていう話になっちゃう。まあ、何でもいいんだけど、とりあえず置いてみるか。さあ果たしてあの女は、いや一回限りの出演を果たして帰りましたね彼女は。これいける、仮面じゃないのこれ置くの。やっぱ仮面らしい。仮面らしいよ、置けないみたい。
え、仮面なんて鳥の仮面？鳥の仮面だと？鳥の仮面だと？結局あのビデオはなんだかわかんない。鳥の仮面だと？鳥の仮面だと？そんなのあった？え？全部見てきてね、俺ね。そんなのあった？そんなのあった？鳥の仮面だと？ここ俺全部見てきたよね。部屋の中って部屋という部屋を全部隅から隅まで見たはずなんだが、それぞれどこに見つけてきたの？そこら辺にあった。まだ見てないところが実は存在している説ある。これもしかして実はあの物置がたくさんあった部屋もう一回見てみる？あのビデオの動物？ニコの部屋？あ、そうそう、ニコの部屋。なんかめっちゃあったやんな。ニコの部屋ってどこだったっけ？後ろだ。これだ。あった場所分かれば、もうだってこれ場所が分かりにくいもんね。あ、ここじゃない。ニコの部屋じゃないね。違う。そこじゃない。ストレージの部屋だったっけ？マネキンにくっついてたん？そう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 。マネキンにくっついてて。マネキンにひっついてたんだよね。ここら辺に仮面ないかな？ないか。あのビデオの仮面。あのビデオの通りな。じゃあ結局わしの仮面ってこと？わしのマークってこと？あれわしのマーク？わしのマーク？おお、え？ぷっぷくぷっぷってってくでってってぅでるってって、どっか開く？わし、どっかないかな。なんか怪しいとこない？どっか怪しいとこ。あ、それセイロガンそれラッパのマークやロッカーは開かない。開かないんだよ。ここでしょ？いろんなマークがあるんだね。今頑張って部屋見てるラッパのマークやないかい。ここは結局何もない。これロッカーは開かないね。ここも全部見たんだよね。これはあれだ。回復ね。天然かましとったわ、今。もう上は何もないわ、結局。何もない。舐め回すように見てるんですけど、やっぱ何もないですね。次行きましょう、次。次の部屋行きましょう。ここも何もなかったんだよね。ないね。大仏も全部埋めちゃってるからね、結局。あとは鍵がかかってる部屋なんてもうないもんね。だってね、ここ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 よーく見ようぜ。そろそろ寝たい？ちょっと待ちんさいや。一回まさぐるように見るわ。やっぱないな。こっち、ここら辺怪しいなと思ったんだけど、やっぱないか。あ、あ、あ、あったんだけど、これは違うね。回復ですね。いやー、回復はいらないんだよな。もう回復使い道ないっていうか、使ってね。一瞬あったと思ったのに違うんか。積んだ？いや、積んでないと思う。多分どっかにあるんじゃないかなと思ってんだけど、やっぱなんもないな。やっぱなんもないね。ほら、
襲われないから使われない、な、全く意味をなしてない回復薬。ナタ女が出てこないんです。全く、全くと言っていいほど。これ開けたやつだから関係ないもんね。こっちは回復って多分ぶったたかれ、あのナタでぶった切られた時に使うんじゃないかな。あ、やっぱないわ。ナタ女、口裂け女ではなくナタ女なんですよ、このゲームは。いつ口裂け女出てくるの。あー、いい質問ですね。いや、すごくいい質問だ。それはですね、いつ出てくるかっていうのはわからないんですね。とんでもなく今日口裂け女じゃないの。いや、口裂け女なんですけどね。ね、みんなね、今日は口裂け女をやってるんですよ。今口裂け女なんですけど、どうなんですかね皆さんね。どうなんでしょう。詐欺、いや、ちょっと詐欺じゃないかな。ちょっと違うかな。多分これから出てくるんじゃないかな。多分恐ろしくとんでもねえバゲモンが出てくると思います。そろそろキャーキャー言いながら、うん、もうこれはあくまでも序章に過ぎません。そうそう、今日のゲストは口裂け女です。ナタ女じゃないですよ。口裂けです。口を裂けて私綺麗って言ってくる女が今これから襲ってくるんでしょう。もうそろそろ終盤に差し掛かってるんで、もう準備段階ができてると思うんですよ。おそらくそろそろ出てきますね、これ。もう恐ろしい。ああ、恐ろしい、恐ろしい。いやー、もう出てきそうだ。すぐにでも。ちなみにもう11時っていうね。やばいでしょ、これ。ちょっと、口裂け女さん、もうそろそろ出てきましょうか。そろそろ出てきましょうか。ここも行ったもないもんな。俺、全部行ってきたんだけど、なんもないんだよ。もうお手上げですよこれ。そんな部屋残りもありませんもん。口裂け女も全く出てくる気配ないし。その分なんかフリーホラーゲームなのにもう2時間やっておりますけども。ここ行ったもんな、こっち見たもんな。お散歩ですよ今完全に。あとフクロウが出て、フクロウが寝ててこないことを祈るばかりです今。有料じゃないとたくさん出てきてくんないのかな。え、だってあともう行くとこなくない？ぶっちゃけ。ぶっちゃけあと行くとこなくね？これ。あとこのエリア見たらもう終わりだぜ。全部ほとんど見たことないよ。どこか見逃してる？無料だからやっぱあれなんじゃない？これ違うもんね。この箱違うもんね。口裂け女のリップ、あいつ口が裂けてるんやで。これ違うもんね。この奥の部屋一回ざーっと見てみる。もしかして俺見逃してるかもしれない何か。さあ見てみよう。さあ見てみよう。さあ、まずここはクリア。こっち、こっちはなんかある？ない。はい、ない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 ね。はや、ないですね、ないですね、ないですね。次、はい、次、2階。はい、2階見ますよ。これはビデオ入れたんだよね。はい、ない。はい、なんもない。はい、なんもないです、ここ。はい、次、こっち、ない。これは仮面があった場所やんな。はい、クリア、クリアです。何もありません、この部屋。次の部屋行きましょう。次の部屋行きましょう。もう探すのは、こっちは、はい、何もない。次、こっち、この部屋見ますよ、この部屋。はい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 、はい、何もない。こっちはもう鍵もないんだよ。鍵もないから、あと仮面1個なんだけど、これもしかしてバグってる、またバグったんかな、さっきみたいに。もう一回ロードし直したら治ってる説ある、実は。やっぱなんもないよね。
異常なしですよ。完全に異常なし。ロードし直したら実は治ってる説ある。実はなんかそんな感じしない？この箱みたいにさ、最初からや、いや最初からではないと思う。治ったら治ったらやり直し。いやでもセーブ近くにあるから、ここにほら、一回ロードしてみるよ。ロードゲーム、はい、ロードしました。さあこれで変わってればいいんだけど、これで行ける場所が変わってればいいんだけど、上とかだったら意地悪すぎんもんな。でも何も変わってる気配何もないもんだって、これ。んー、この部屋とか、この上って見たんだっけ。机、机になんかある。バグの門ピメアコツ、こんばんは。なんだそこだけ椅子ないんだ。いやでもやっぱないね。マップがまあまあちょっと広いんだよね、このゲーム。そうなんですよ。やっぱ表示ないね。ここじゃないのか。脚立は使えないっぽいんだよな。外にある。一応これざーっと見てんだけど、ざーっと見てんだけど、こう隅から隅まで、この脚立は使えないもんな。この部屋もらって関係ないもんね。仕方ねえ、あれをやるか、あの技を。あの技を使うしかないか。もうかくなる上はもう困ったらやっぱあれを使うしかないんじゃないか。ちょっとこれはもう困ったんで、ちょっと困った時はもうしょうがないんで、もうこうなってしまった場合はね、やっぱりもうついにちょっとついにあれをさせていただきます。ちょっとわかんないんで、はい、ちょっとじゃあ早速ちょっと、もう11時になってしまったんでね、早速ね。何画面用意した？あ、ごめんなっちゃいね。ごめんね、なんかね、ちょっとね、多分ね、今、もうちょっとで終わるからね。今ね、すごくいいところだからね。鳥の仮面なんてどこにあるんだ？そんな仮面あるかな？今見てきた？ちょ待って。今調べてるから。あ、待って。え、待って。あ、調べてるんじゃなくて、あれしてます。あれしてます。あれしてから。はい。今、あれしてますわ。あれしてから。あれ？そうそう、あれですよ。あれをしてます、今。あれしてからあれしてますね、今。あれですね。あー、なるほどね。それはわかんねえな、あれは。あ、そういうことらしいっすわ。あ、なるほど。そういうことらしいっす。皆さん、わかりました。今、わかりました。はい、終わる。あ、ちょっと待って、今、あれしますわ。これはさすがにわかんない。もう、これ絶対わかんねえわ、これ。びっくりした。これは絶対わかんねえわ。俺も、これはちょっとわかんなかったわ。正解はですね、ちょっと待ってくださいね。
ちょっと待ってくださいね。はい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 。ちょっと待って、いて。大仏が、ちょっと待って。黄色いゲートって開けた。黄色いゲートはもう開けてありますね。黄色いゲートじゃなくて、そこじゃないんですよ。実はね、なんか、あったあった。あ！ちょ、みんなさ、一回事務所行くわ。事務所。大仏にマイク向けてないよ。ちょ待って、これ事務所行ってくるわ。ちょ待って、あれ事務所。おー出てきた。これを聖水を使うらしい。この聖水をぶっかけるみたい。事務所どこだったっけ。事務所口裂け女全く出てこないよ俺のところ。なんで俺を避けてんのかな、口裂けだけに。ちょっと待って、事務所行くわ。事務所、うん、事務所。口裂け女に嫌われた男、どういうこと。一回事務所行くわ。事務所どこだっけ。どの辺だっけ。ここじゃないな。どっちだっけ、こっち。あ、これだ。みんな見てくれ。俺はね、とんでもないことをしでかしたんですよ。この部屋で。この部屋でとんでもないことをしでかしてしまったんですよ、僕は。これはなんで今まで俺が気づかなかったんだって。俺はね、もう俺の視界は多分ね、こうまっすぐしか見えてなかったんだろうね。もうこうやって入ってきて、こうやって調べたのに、こう何回も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 こうやって調べてんのに、こうやって出ちゃうんですよ。そうなんですよ。わかるわけない、こんなの。その映像はこちらです。これはゲームが悪いのか、果たして俺が悪いのか、どっちなんでしょうかっていう話なんですけどね、これ。どうなんですかね。僕が悪いんですか、これ。もしかして僕が悪いんですかね。俺がよく見てなかったの、なぜこの壁だけ見ることができなかったか、なんでなんですかね。僕ですか。あ、僕が悪いんですね。すいません、僕が悪いんですわ。で、それとですね、これこれあれです、さっきの映像のやつですかね、これね。全然気がつかなかった。これはライオン、これこれ嘘でしょ。そんな仕掛けが。ここだ、これだって。いや、もう全然見えなかったわ。これが開いた？開いてなくね？ビデオちゃんと意味があったね。え、これじゃないの？開いたの。開いてねえじゃん。ちょっと。ちょっとね、開いてませんけど？バグってる？これ。またバグった？またバグってんですか、これ。おい、ガチかよ、もう。またバグるんかよ、これ。じゃ、ロードしましょう。またバグりました。このゲーム何回バグに遭遇してんの？もう、行ってきます。また、あの場所に。もうバグりまくり。
そして女出てこね。フリー、まあ確かにフリーホラーゲームだからさ、よくあること。こっち、こっちだっけ、こっちだっけ。もうまた俺解かなきゃいけねえじゃん。これまた動かなかったらどうしよう。はいはいはい、動け。開かない。なんで。ちょっと開かないんだけど、なんで開かないの。どうして、ここじゃないの。音だけ開いてるんだけど、俺開けねえ。どうやって、無理ゲーじゃんこれ。開かないんだけど、どうすんのこれ。押す順番が間違えた俺。その裏、あ、実はその裏説ある。この裏、外回ってみる、外回ってみる、外回れる、この裏とか。いや、いけねえな。ゆっくり押してみて、ゆっくり押す。これ押せるのこれ。だって硬いぞこれ、カチカチやぞ。ほら、あ、動かねえな。多分こう動くんだろうな。ここ、ほら、うっ、よし、よし。あ、謎解きの方、ゆっくり、あ、早すぎたってこと。じゃあもう一回やってみる。右下の3分の3、謎解きの方だって。OK、OK です。じゃあ謎解きをちょっと今から、解いてきます。そんなの、わかんない。ゆっくり押したらもしかしたら開くんじゃないかっていう。一回やってみますか。いけるんですかね、果たしてそれで。どうなんですかね。ちょっと心配ですね。そして、口裂け女のくの字も全く出てこなくなってしまったっていう、この、どうしようもない感じ。よし、行くぜ。ローちゃんこんばんは。はい。はい。はい。おお、進まねってこれ、もう進まねって、無理だってこれ、ダメで、もう開かねえんだってこれも。音、もうこの先行きたいのに無理だこれ、もう開かねえって、これこの先行けねえ。動かねえんだけど、どうすんのこれ。どうしようこれ、動かねえぞ。実はここじゃないとこ動いてる説ある、これ。実は、実はここじゃないのかな。いや、バグっちゃってるから無理か。押す順番、押す順番、いや、ちょっと待ってね、いや待ってね、音は鳴ってるんだけど、やっぱ、いや、ここ開くんだよ。開くんだけど、俺、待ってね。あ、違う、みんな。これ違うみたい。俺が順番を間違えてる。ライオン、タカ、ヤギらしい。ってこと、これ一発ミスると終わる？順番が違うみたい、俺の。お、リンゴワコツいらっしゃい。なんか、ライオンを押して、タカを押して、ヤギらしい、順番が。順番。だから俺、開けて閉めたい。わかんない。そう、ライオン、タカ、ヤギの順らしい。俺の押す順番が間違えてるみたい。俺、タカが先かなと思ったんだけど、ライオンが先なんだね、これ。
なるほど、そういう風になってるらしい。行くで、行くよ。ライオン、タカ、ヤギ。結局、え、ダメなの。ねえ、もう進まない進まないんだけど、なんでダメなの、なんでダメなの。俺もうこれもう進まねえじゃん、もう終わってんじゃんこれ。音は、音だけ楽しんでくださいだよこれ。清水投げちゃったよ今。嘘だ、変わらないよこれ。開かなかったらダメでしょ。ってことはこれ順番関係ないのかな。待って、じゃあライオンとかその順番関係なくやってみる。いくよ、ヤギ、タカ、ライオンダメだ、開かねえこれこれ開かねえダメだこれ開かねえ、もうダメだ、もう向こうにも開かねえよこれ、もうどうしようもねどうすんねんこれもう無理、これ無理だ、絶対に開かないやこれ。結局そう、そこらしい、ここの先にその例のものがあるんだけど、それが無理なんだよ。違う動物をしたら音ならない、いやそれだとダメらしい。何回ワシライオン、ワシヤギライオンでやってみる。いろんなパターンでやってみるか。これもうあかんか、ここ開けてみる。で、いくよ、ワシとライオン、ワシやってヤギやってライオンいくよ。はい、さあ開け開け、進まねえ、開かねえ、これ開いて、ここの先にその仮面があるんだけど開かない、しかも口裂女も出てこないし、もう完全に最初からバグってる説あるんだよこれ。もしかしたら多分もう終わっとるわこれ。多分今までロールでなんとかなってたんだけど、これは開かなかったのか、ちょっと終わっとるわ。ダメですね皆さん、これ完全にダメですわ。最初からやり直さなきゃいけないっていう奇跡の世代、黒子哲也、幻のシックスマン、黒子は僕です。カーミ君、黒子は僕です。見てください、この力こぶカチカチやぞ。見てください、力こぶ、これカチカチやぞ。おい、このドア開かねえぞ、何がどうなってやる。順番を変えてやるぜ。ライオンを押して、タカを押して、羊を押したらどうなんだ。開けない、はい開かないはい開かない、はいダメ、はいはい無理、はい皆さん、はい積みました、終わりです、このゲーム終了のお知らせですね潔く最初からやったらな、また時間かかるでしょうよ。おピオはこつ、もう無理だこれ。一回でも女にやられて労働したからダメだったってことかな。いや竹山さんでも無理でしたわ。他の人も最初からやってやり直してたもん。ということで皆さん、高評価の項を押していただけたらと思います。この、こライオン、タカ、ヤギでやってみる。じゃあもうこれさ、それ最後ね。それ最後ね、それ。ライオン、タカ、ヤギね。今日高評価どうする？いやいや、俺頑張ったから。ねえ、そこはやっぱり押していただけたらと思います、皆さん。俺のこの頑張りに免じて、なんとか押していただけませんか。お願いします。今土下座しています。今土下座しながら配信しています、今。もう地面に頭すごくゴリゴリこすりつけてます、今。すごい。明日もう仕事行くとき、たぶんおでこにめっちゃ真っ赤な跡がついてます。どうしてくれますか
ヤギをしてライオンしてタカ、はい、開けなあ。皆さん、扉は開けませんけど明日は開きますね。明日という日は開くんでね、あと30分後でね、無理です。強敵はこの、あの強敵は口だけ女ではなくこいつでした。今日、いや口裂け女、ちょこ口裂け女かっこはてなみたいのがちょっと出てきて、それで終わるっていうサムネ詐欺して。あ、ライオンたかやぎ、もうじゃあそれ最後ね、ライオンたかやぎで終わりね。ラスボスは本棚開かずの扉という謎の恐怖の本棚というゲームでした。一回懐中電灯も全部消して一回やってみるか。ライオンタカヤギね、ライオンタカヤギ、ライオンタカヤギやってみるわ。ライオンタカヤギ、ライオンタカヤギ、口裂け女が出てきて、出てきてない時点でもうなんかおかしいなと思ったんだよ。ライオンタカヤギ、これやっても多分開かなかったらもう俺も知らんぞ。俺これ開くんです、ここ。ライオン、タカ、ヤギ。ダメだこれ。これダメですね。一回ゲーム落とすか。待って、一回メインメニュー戻って、メインメニュー戻ってからここでロードしてみよう。オッケー、多分これで開ければいいんだけどな。さあ、口裂け女が普通に出てきたら俺の勝ち。出てくるかな。さあ、いけるか。口裂け女も出てこねえもんな。お、漆黒の翼、ワコワコ。こんばんは。出てきませんね。さあ、奇跡は起きるんでしょうか、果たして。核変タイムいきますよ、いきますよ。タカ、ライオン、ヤギ。開け、さあ開け、開かないんかい。ダメですね、これダメですね、全く開かないですよこれ。さっちゃんはこつ、無理ですね皆さん、もう諦めましょう。たみたみはこつ、諦めよう、これ無理だ。にゃんこはこついらっしゃい、こんばんは。ダメですねこれ、開きませんわ、ダメわ、諦めましょう。今日無理ですね、これ無理です。この鋼鉄の扉を、棚を動かすことはもう俺には不可能。ダメです。何してんの。え、このなんか音はしてるんだけど、これが全くこのタンスが動かない限りもう先進まないっていう。最初からやってみてそこが開くかどうか。じゃあ一回最初からやってみて、ここって普通に入るんだっけ。鍵必要じゃなかったこれ。一回ゲームを落としてみる、試しに。一回ゲームを落としてみて、もう一回起動してみる。もうそれできなかったらもうみんな諦めて、もう布団に入りましょう今日は。オッケー、ライオン高ヤギ、オッケー、ロードゲーム。もう最初から猛スピードで終わり。いやもう、しんどいっすね。今から最初からやってしまうと1時間ぐらいかかってしまうんで、ちょっともうみんなには諦めてもらうしかないかも。ライオンたかやぎね。よっしゃ、行くぞ。あ、高評価ありがとう、ありがとうございます。じゃあやってみますね、いきますよ。果たして開くんでしょうか、どうなんでしょうか。ライオンたかやぎ、そう、フクロウの祭りこなすのがなかなか。ライオン、タカ、開け。あー、ダメだ。
はい、皆さん、ね、鋼鉄の棚は全く微動だに動きませんね、これ無理です、皆さん、もうこれ諦めましょう。もうダメ、もう寝よ、今日もね、年齢しましょう、皆さんね、もうお年齢タイムです。もう寝ろってことです、おそらくこいつら。もう意地でも動く気ないね、もう意地でも動く気ないんで、もう寝るしかねえ、俺たちは。もうもやもやするかもしんないけど、もうしゃあない、これは最初からやってこの謎解きだけ、これでもこれ開かないと思うよ。ここでセーブか、これ最後にセーブして、これいつセーブした、これこれいつセーブしたやつだっけ。あ、ちょうどいい塩梅、これ一回行ってみる。今ちょうどセーブデータの、ちょうどいいセーブデータ見つけたから一回これでやってみる。やってみるよ。タカ、ライオン、ヤギ。さあ、皆さん今日はどうだったでしょうか。すごく怖いホラーゲームでしたねすごく怖いホラーゲームでしたね。いや、びっくりですよ。また恐怖の扉というホラーゲームでしたね、今日はね。まあ、また次回時間があるときにやりますか。まあ、早くホラーゲーム終わった後とかね。いや、本棚が怖かったね、今日はね。そして口酒女が全く出てこず出てきたのはナタ振り回してくる女だけだったっていう謎のいや、もうバグりまくりで、今日はどんだけバグってたんだ今日も。本当にもう後から来た人は一回も襲われたの見てるそうですね。もう後半の人ほぼほぼ襲われてるとこ見たことないっていうか、女すら見てね、もう俺がもう懐中電灯持って雨の中走ってるだけだっていう謎の口酒女らしい人がちょっと走ってただけですね。でね、今週の金曜日はあのチラズアートさんの、なんだっけ、なんだっけ、警備会社なんだっけ、警備員の謎、夜勤警備、警備員の謎、夜間警備だって、そう、夜間警備だって、夜間警備、そう。俺誰の実況も見ずにいるからね、俺はもう完全に初見だから、みんなはもう見た人もいると思うから、まあちょっとお口チェックでね。そうそう、俺は夜間警備やるから、日曜日に、あ、金曜日の夜に KP 会社、ってな感じですかね。みんな、あと残り10人ぐらいいませんか。10人、あの高評価のボタンをポチしてくれたら、今から逆立ちしながら頑張って配信終了ボタンを押すまで終われまてんします。嘘です、嘘つきました。あ、今押した。あ、すいません。なんかありがとうございます。すいません。なんか申し訳ございませんね。ありがとうございますね。押してある。あー、ありがとうございます。あ、申した。すいません。ありがとうございます。しゃあない。あ、もうしゃあない。しゃあなく押してください。押してないです。あー、そう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 。もう十分ですよ。もう寝ます。押したけど。いや、ダメ、ダメで。外すのはもうダメです。外したら明日は、明日は来ない。押した？いや、なんかエロすいませんな。はい、ということで今日は、本日は、恐怖の扉というホラーゲームでした。皆さんありがとうございました。皆さんね、次は金曜日なんでね、ちょっとしばらくちょっと空きますけども、ちょっと忙しいんで、ちょっと明日と明後日はちょっとバタバタして忙しいんで、金曜日はちょっと長くやると思うんで、金曜日までちょっとお預けで。ではおやすみなさい。